はい、思想杉の里にやってまいりましたね。ちょっとこういうカーブの道を回ってきて、東河内株山共有林所有林ですね。でね、何かね、こういう三つ又っていうね花が咲くとか聞きましたのでね、ちょっと訪ねてきました。んで、株山公園っていうのかな、これ。ちょっと車が何台か遅れましたけどね、駐車場みたいなのがありますので、5台ぐらい置けるのかな。これがね、三つ又というね、まあ、花というのか草というのか三つ又で神作る原料ちゃうって、工場とか三つ又とかって聞いたことあるな。あれの生まれたあれちゃん花とね、まあ、あんまりめっちゃ目を引く花ではないけどだけど、まあ群生してるのはね、珍しいのかな、よくわかりません。ちょっとこういう道がありまして、まあ、下ちょっと苔が生えとって、これ割とね、この斜面のこういうところね、この水畑がよく咲いてますね。ここまで来る途中にもね、よく咲いてました。あのここまで上がってくる途中にね、なんかね、まあ、まるで岩坂上のあの本当岩坂上ほどの規模はないけど、石組のこのなんていうの、段々畑って棚田っていうの、あれがありました。あれがね、立派やな。あんだけよね、昔の人石積んだないうぐらい立派ですよ。ちょっとここまで来る途中も楽しめますのでね、こんな道またえて、これこうやって落としたらなんか雪が降っとうみたいな見えへんね。これなんか杉が有名で、なんか下なんかあれですよ、トトロみたいなやつの人形で、なんか若者が何かのね会をするみたいなあれもあったし、おお結構向こう、あ人におるね、向こうはやっぱ群生してんのか。ここらも割と群生してますね。これ上の方がガーッとね、なんですかね、これ誰か植えたんかね。これ取ったら神できるんだ、よくわかんない。構造三つ又で、あの辺もね、なんかありますね。見てください、これすごいね。ちょっと写真をちょっととか、まあ、しかけて歩けるように整備されとるからね、このように、まあ、下ちょっと故郷入るから雨上がりはちょっとあれやけど、道を遮るようにね。よいしょ、ちょっとこれ、はい、手でかき分けいかんとか開きませんね、これは。はい、すみません、ありがとう。ちょっと行きましょうか、なんか知らんけど、いやー、うわ、そうそう、あの辺はなんか路地じゃないけど、ひっつく虫がひっついたら嫌やなと。いやー、ありゃ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 、これすごい下ってくのはいいねんけど、これまた登ってこれ斜面わーっと、これ杉ね、これ杉が有名みたいやからね。で杉の合間を塗って、でしかもこれなんですか、岩岩石っていうの、岩がよーけね、剥き出しなとこからね、崩れ落ちてきたらちょっと怖いけどね。不思議な地形してますね、これ、まあ、こういうのが育ちやすい地形にしてなってる。さっきのあの段々畑もあったけど、結局この辺では百姓さんが二次的な作物を作るようで植え張ったんかな、これね。不思議な感じですよね、これね。下の方にずっとなんかあるわ。はい、どうも。じゃあ、すごいよ、これ。神でも作ったったやから、昔の人。要するに、蚕を買う農家もあれば、ね。紙を作ったりしてたとかさ、まあ残しね、一緒に写したのがね、まあまあそういう感じでしょうかね。そしたらですね、ああ、こっから見たら綺麗な
写真一枚パチ、はい、まあそういう感じでね、今日はちょっとあの三ツ俣の村を、思想の三ツ俣の村のところまでちょっとやってまいりました。またね、よろしければチャンネル登録をお願いします。本日もねご視聴くださりありがとうございました。では三ツ俣の村よりさようなら。